MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。厚生労働省は、今年5月30日、6月1日から、韓国産のヒラメと、韓国など複数の国から輸入される生食用、冷蔵むきみやかがい、平らぎがい、鳥がい、ウニについて、全国の検疫所で検査体制を強化すると発表しました。また、韓国産ヒラメについては、検査量を全輸入量の 20% から 40% に引き上げました。厚労省によると、昨年度は赤貝、平らぎ貝、鳥貝は、全量を韓国のみから輸入し、ウニは、米国や中国、韓国など計10カ国から輸入しており、輸入実績を踏まえると、検査強化対象の大半は韓国産と言えます。水産食品専門誌の港新聞電子版12月9日付に、苦境の韓国産養殖ヒラメ、寄生虫、クドア引き金、日本向け輸出源と記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。韓国の代表的な養殖魚である、ヒラメが苦境に立たされている。2010年にヒラメに生息する寄生虫、クドアが食中毒の原因であることが発覚。以降、お得意様だった日本向け輸出は減少傾向にある。また、近年は、頼みの綱だった韓国内でも輸入魚に押され需要が停滞し、価格が下落。日本以外の販路を模索する動きが出ている。日本の韓国産ヒラメの輸入量は、10年頃に4000トン近くを記録し、その後、クドアによる食中毒の被害から、減少の一途をたどる。最終島では、官民共同で検査体制を強化するなどの取り組みを続けてきたが、思うように輸出は伸びなかった。現在の日本市場での韓国産ヒラメは散発的。卸売市場の相場は、前年同期比1割安となっているが、販路が元から限られており、入荷こそ、前年よりやや多いが動きは鈍いという。韓国からの水産物輸出が増えているベトナムにヒラメを売り込もうとする動きが出ている。来年はインチョンに置く、ヒラメ輸出のための物流センターが本格的に設置される予定となっており、完成すれば、米国やカナダ、ベトナムなどにヒラメを輸出する計画だ。韓国産ヒラメといえば、2015年に福岡検疫所のサンプル検査で、韓国産ヒラメから基準長の寄生虫が検出されて、豊後大野市の水産物輸入会社が輸入した韓国産の生食用ヒラメに回収命令が出ていました。また同年韓国で、ウミタナゴなどの魚から、多量に、寄生虫のアニサキスが発見されていました。そして2017年には、韓国から冷凍状態で輸入された、ゆでガニ、赤貝、煮アナゴ、鳥貝からは大腸菌群が、養殖の生鮮マスからは、基準値超の抗生物質製剤、オキシテトラサイクリンが、日本側で検出され、いずれも廃棄処分となった事例もあります。韓国産海産物による健康被害も起きています。2014年、東京の和食店で、韓国産のヒラメの刺身を食べた複数の客に、激しい嘔吐、下痢の症状が見られました。原因は、ヒラメに潜んでいた食中毒寄生虫、クドア。韓国産ヒラメに多く寄生しており、過去にも、同様の食中毒事案が繰り返されていました。もっと恐ろしい事案もありますが、今回はこのあたりで。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。